アルミニウム、アルミニウムは原子番号13、原子量26.98の元素である。元素記号は AL。日本語では、かつては、軽銀、軽銀、銀に似た外見を持ち軽いことからや番素、番素、明板、明板からとも呼ばれた。アルミニウムをアルミと略すことも多い。アルミ箔、アルミサッシ、一円硬貨などアルミニウムを使用した日用品は、 数多く、非常に生活に、身近な金属である。天然には化合物の形で広く分布し、ケイ素や酸素と共に地殻を形成する、主な元素の一つである。自然アルミニウム、アルミニウム、ネイティブアルミニウムという形で単体での産出も、知られているが、稀である。単体での産出が希少であったため、自然界に広く分布する元素であるにもかかわらず、 発見が19世紀初頭と非常に遅く、精錬に大量の電力を必要とするため、工業原料として広く使用されるようになるのは20世紀に入ってからと、金属としての使用の歴史は、他の重要金属に比べて非常に浅い。単体は銀白色の金属で、常温常圧で良い熱伝導性、電気伝導性を持ち、加工性が良く、 実用金属としては軽量であるため、広く用いられている。熱力学的に酸化されやすい金属ではあるが、空気中では表面にできた酸化皮膜により、内部が保護されるため高い耐食性を持つ。単体は、常温常圧では良好な熱電導性、電気電導性を持つ。有点摂氏660.32度、沸点摂氏2519度、別の報告もある。 密度は2 7ートルで、金属としては軽量である。常温では、免震立方合子構造が最も安定となる。酸やアルカリに侵されやすいが、空気中では表面に酸化アルミニウム炉の膜ができ、内部は侵されにくくなる。この保護現象は酸化物予防のイオン半径 124pm とアルミニウムの原子半径 143pm が近く。 アルミニウム 4AL68PM が酸化物の表面構造の隙間にすっぽり収まることが深く関係ている。また農お翔酸に対しても表面に酸化皮膜を生じ、反応の進行は停止する、不動体。陽極酸化による酸化皮膜はアルマイトとも呼ばれる。アルミニウムは両性金属で酸にも塩基にも溶解する。塩基性の水溶液では、 以下の反応によって水が還元されて水素を発生する。ただし、生成する水酸化アルミニウムの溶解土石 ALOH は1.9210であり、ほとんど水に溶解しない。したがって、薄い塩基では皮膜が発生して反応が止まる。しかし、強塩基条件では水酸化アルミニウムが磁式によって水溶性のアルミン酸を形成するため、反応は 表面のみでなく内部まで進行する。従ってアルミニウムと強い塩基水溶液との反応はこれらの式を合わせて以下のようになる。アルミニウムは鉄の約35%の比重であり、密度は2 7 0 g トルと低く金属の中でも軽量な型に属し、転生に富む。純アルミニウムは 強度は低いが、ジュラルミンなどのアルミニウム合金は、その軽さ、加工のしやすさを活かしつつ、強度を飛躍的に改善しているため、様々な製品に採用され、産業界で幅広く利用されている、用途を参照。アルミニウム合金は軟膏などと違い、応力がかかった時の変形に幸福現象を示さない。それは、 侵入型固用体である炭素によるコットレル雰囲気を持つ鉄合金とは違いアルミニウム合金には置換型固用体合金が多いことに起因する。よって構造設計等の計算を行う場合には材料力学では幸福点の代わりに0.2%体力が代わりに用いられる。0.2%体力とは応力をかけた。 サイの永久歪みが0.2%になるときの応力である。こういった特性のためにアルミは押し出し成形や摩擦角半接合に向いている。アルミニウムは鉱石の防気サイトを原料としてホールエル法で生産されるのが一般的である。防気サイトを水酸化ナトリウムで処理し、アルミナ、酸化アルミニウムを取り出した後、表消石、ヘキサフルオロアルミン酸、ナトリウム、 ノルフと共に溶融し電気分解を行う。したがって、アルミニウムを作るには大量の電力が消費されることから、電気の缶詰と呼ばれることもある。ちなみに、ホールエル法での純度は、約98%なので、より高純度なアルミニウムを得るには酸素電解法を使う。アルミニウム1トンを生産するために消費される材料、及びエネルギーは、以下通りである。なお、 一トンあたりの電力使用量は銅で 1200kWh、アエンで 4000kWh であり、アルミニウムの精錬には銅の約11倍、アエンの約3.5倍の電力が必要となる計算になる。電力価格が高いためコスト競争に弱い、日本国内のアルミニウム精錬事業はオイルショック誤採算困難になり、大部分は国外に拠点が移った。日本国内で 原石、防気サイトから製品まで一貫生産を行っていたのは、自前の水力発電所により自家発電を行っているため低価格の電力が入手可能な日本系金属、カン製造所、静岡市清水区のみであったが、設備の老朽化と採算性の理由で2014年3月で閉鎖となった。防気サイトからアルミニウムを精錬するのに必死。 アルミニウムクズからリサイクルして地金を作る方がコストやエネルギーが少なく済む。そのため回収された空き缶等をリサイクル原料とし電気炉等を用いる形態で再生するケースは徐々に増えている。アルミニウムクズを溶解するにあたっても優点が約660と銅や鉄などの使用金属中では低い方なので少ないエネルギーで行うことができる。サイトから アルミニウム地金を生産するのに比べ、アルミ缶からアルミニウム地金を生産するのはわずか3%の電力消費で済む。こうした利点があるため、アルミニウムは日本国内において最もリサイクル化が進んでいる金属であり、アルミ缶のリサイクル率は94.7%平成24年度にも達する。こうしたことから、アルミニウムはしばしばリサイクルの優等生や、 リサイクルの王様と表現される。アルミニウムの生産量は2014年時点で4930万トンに及ぶ。中国が約40%を生産し、これにロシア、カナダを加えた3カ国で生産量の過半数を占める。中国、ロシアは防サイト原産国でもある。他の防気彩と原産国であるアメリカ、オーストラリア、ブラジル、インドも 世界生産量のシェア10位以内に含まれる。一方で、ボーキサイトの世界4位の生産国であるギニアや同、第5位のジャマイカで全くアルミニウムが生産されていないように、ボーキサイトの生産とアルミニウムの精錬工場との間にはそれど強い関連性はない。これに対し、電力供給とアルミニウム精錬工場との間には強い相関性がある。アルミニウムは、 精錬に非常に多くの電力を消費するため、貿易サイトからの精錬は、電力の安い国で行われる傾向が今日。アラブ首長国連邦やカタールは豊富な石油をもとに、下、火力発電で、また、カナダやノルウェーは地形を生かした水力発電で、アイスランドは水力発電と地熱発電によっていずれも電力が安価であっため、アルミニウムの大生産国となっている。 14位のモザンビークは、カボラバス・サダムの豊富な電力に目をつけた BHP、ピリトニア・三菱商事が、精錬会社としても、ザール社を設立し、2000年に工場が稼働し始めた、ことで大生産国となった。ここで精錬されたアルミニウムは、モザンビークの総輸出額の50%を占め、モザンビークの基幹産業として、同国の経済成長を支えている。 アルミニウムの消費量も中国が飛び抜けて多く、2014年には2406万トンを消費して、全世界生産量5500万トンのほぼ半分を消費している。消費量は次いで、米国が多く、さらにドイツ、日本と続く。アルミニウム生産企業としては、カナダのリオティントアルキャン、ロシアのルサール、ロシアアルミニウム、アメリカのアルコア、 中国の中国アルミニウムなどが特に大きな生産企業ある。日本国内ではすでに精錬は行われていないが、圧延や加工に関しては地金を海外から輸入した上で盛んに行われており、日本系金属や油地、神戸製鋼などが主なメーカーとなっている。アルミニウムは電気分解以外の手法でも製造が可能である。 例えばアルミナを摂取2000度以下で炭素と反応させ、炭化アルミニウムを生成させる。これを摂取2200度以上の高温部へ移動させ、今度はアルミナと反応させて金属アルミニウムと一酸化炭素に分離させる。化学式としては以下の通りである。二つ目の反応では逆反応が起こらないように過剰な炭素が必要である。生成されたアルミニウムは一部揮発して、 反応ガス成分に含まれるが、大半はスラグの上層に液体で単離する。一方、アルミニウムの純度を上げる精錬工程は、電力を消費する酸素電解法に代わり、電力を使用しない分別結晶法を採用することが可能である。蘇生アルミニウム金属を誘拐し、これを局所的に冷却すると、純度の高いアルミニウムが所象として消失する。 シリコン単結晶の引き上げ処理と原理的には同じである。この方法によって得られる生成アルミニウムの純度は99.98から99.996%であり、酸素を電解放に迫る純度を得られる。アルミニウムは金属の中では軽量であるために利用しやすく、また柔らかくて点性も高いなど加工しやすい性質を持っており、さらに表面にできる 酸化飛膜のために、イオン化傾向が大きい割に、耐食性もあることから、一円硬化やアルミ箔、缶、アルミ缶、鍋、外交、エクステリア、建築物の外壁、道路標識、ガソリンエンジンのシリンダーブロック、自転車のフレームやリム、パソコンや家電製品の筐体など、様々な用途に使用されている。ただし大抵は、アルミニウム合金としての利用であり、一円硬貨の 用のアルミニウム100%のものは、虫しまれな存在である。有名なアルミ系合金としてはジュラルミンが挙げられる。ジュラルミンは、航空機材料などに用いられているが、金属疲労に弱く、腐食もしやすいという欠点を持つため、航空機などでは十分な点検体制を取ることが求められている。また、鉄道車両でも加工性が良く、軽量であることから、新幹線電車をはじめとして、 特急型電車や通勤型電車などでアルミ車体の採用例も多い。押し出し材を使って長大な部材を一体成形し、さらに連続溶接組み立てする低コスト化量産法が確立され、同一断面を保った16から25メートルに及ぶ車体を持つ鉄道車両では生産性の面でメリットが大きい。なお、一時期自動車も航空機材料に倣う形で、 アルミ化の取り組みがあったが、一部メーカーの高級車や、スポーツカーなど特殊な車種での導入に止まり、費用対効果を両立させるため、現在はアルミではなく、配点材料、高張力鋼の適用が進み、また、炭素繊維の適用も始まっている。アルミ合金は、軍事分野では、装甲車両や、戦闘艦にも応用されているが、鉄鋼に比べて火災時の高熱や飛弾に弱いため、 軽量さを求められる小型の艦船や自走砲など直接的と交戦することを想定しない走行車両での使用が主流である。2014年度において日本のアルミニウム用途で最も大きかった用途は輸送用機械の製造であり40.1%を占める。ついでアルミサッシなどの建築用途が12.9%アルミ缶や アルミ箔などの容器包装用途が10.6%を占め、この3分野が主なアルミニウムの用途であると言える。窓枠にもアルミは多用されているアルミサッシ。工場での規格集中生産により高い精度で加工されており、また軽量であるため、剣付けや現場での組み立てやすさ、基本的な耐候性が優秀で、1960年代移行急速に普及した。 しかし、断熱性の問題から、窓ガラスとモドも結露を生じやすく、近年は代替品として、樹脂サッシや現代化された木製サッシが増えている。高圧送電線にもアルミニウム線が使用される。銅に比べ単位体積あたりの電気伝導度は劣るが、密度が低いため断面積を大きく取る、太くすることができ、かつ軽いので、単位質量あたりの電気伝導度はむしろ銅を。 上回り、かつ材料費はほぼ拮抗する。このため、支中、送電鉄塔のスパンが大きくなる、高圧送電線の材料として有利である。新生半導体であるケイ素に微量のアルミニウムを添加することにより、P 型半導体が得られる。熱伝導性にも優れ、調理器具にアルミニウム合金がよく利用される。熱伝導度についてもどうに劣るが、 どうよりも安価であるため広く使われる。俗に銀ペンとも呼ばれる銀色の塗料にはアルミニウムの微粉末が顔料として加えられている。耐食性があるため、橋梁などの建築物によく使われた。粉末になったアルミニウムは可燃物であり、粉塵爆発を起こす場合がある。アルミニウム粉は燃焼熱が大きく、燃焼するときにガスを生じないため熱が集積して、 高温となり、強い白色の光を発する。これを利用して、火薬類に発熱剤として添加される。スペースシャトルの固体燃料補助ロケットでも燃料として使用された。アルミニウム粉の性質は、表面積の大きさによって左右されるため、等級は、粒度ではなく重量あたりの表面積を示す、水面拡散面積で表示される場合が多い。 粒度で表示されるような粒の大きいものは、粒状、アルミニウム庫、アトマイズドアルミニウム庫と呼んで区別することが多い。スラリー爆薬などの水質状態の火薬に混ぜると、アルミニウムの表面で以下のような反応が起きて、発熱し水素が発生する。このため、アルミニウム庫の火災には水をかけることは禁忌である。アルミニウム粉末は塗料に混ぜて使う場合もある。また、 指紋の検出、主に警察の監視機関による捜査活動などでアルミニウムの粉を使用することもある。アルミニウムこと酸化鉄、E 糸の混合物はテルミットと呼ばれ、マグネシウムリボンで着火すると激しく反応し、酸化アルミニウム及び溶融鉄を生じる。この反応は、鉄の溶接にも使われているテルミット反応である。日本の消防法では、 150マイクロメートルの網るいを通過する量が50%を超えるアルミニウム庫を第二類危険物と定めている人体へは摂取しても吸収される量は微量でほとんどはそのまま排出されるアルミニウムが体内でどのような役割を果たしているかはまだよくわかっていない人工透析に水道水を用いていた時代に水道水中の微量のアルミニウムを原因とする 透析脳症が発生した。そこからアルミニウムがアルツハイマー病を引き起こすという主張もなされたが、透析脳症と異なりアルツハイマー病患者の脳のアルミニウム蓄積量は患者以外と変わらず、腎臓が正常に機能し、アルミニウムイオンを排出することのできる成人が通常の食生活で経口摂取するアルミニウムによりアルツハイマー病を患うという根拠は乏しいとされている。 アルミニウムは長石及び粘土鉱物などとして普遍的に存在するため、地殻を構成する元素としては、酸素、イ素に次いで3番目に多い、クラーク数、7.56%、重量比。工業的に多彩な用途が見出される一方、酸性土壌中のアルミニウム含量は、植物の成長に影響する重要な要素である。農業や園芸における人工的な栽培環境では、 中性付近に調整された土壌を用いる場合が多いが、それでも有害なアルミニウムイオン、AL が根の伸長成長を阻害することが知られている。土壌中のアルミニウムは pH が5.0を下回ると急激にイオン化して溶解度が高まり pH3.5 ではほぼ完全に溶存体となる。水溶化したアルミニウムイオンが農作物その他の植物に及ぼす害として 以下のようなものが知られている。小麦やトウモロコシ、アジサイ、そばなど一部の植物はアルミニウム耐性を持つ、あるいは高アルミニウム環境にも適応しうることが知られている。アルミニウムを無毒化するメカニズムは様々であるが、一般にカルボン酸、シュウ酸、クエン酸、リンゴ酸などを中心とした有機酸で、 アルミニウムイオンをキレいとし、水溶性の削体を形成する機構によると言われている。アルミニウム耐性に関与する遺伝子は最初に小麦において発見された。耐性関連遺伝子はトウモロコシからも見つかっている。これらの植物においては単一の遺伝子により、アルミニウム耐性が表されているが、すべての植物のアルミニウム耐性が同一の機構によるわけではないと考えられている。 遺伝子組み換えにより、アルミニウム耐性植物を作出する際、その遺伝資源として注目されているものに、土壌性のアルミニウム耐性菌がある。コン根ー菌として知られる、ライザビームもアルミニウム耐性菌の一種である。強酸性、ph3.0 高アルミニウム条件にて、選抜されてくる菌は、ほとんどが、市場菌であり、従って、アルミニウムの多い土壌ではこれらの生物が、 優先していると考えられる。以下は、アルミニウム耐性菌を含む属の一部である。アルミニウムの歴史は、廟版の使用で始まった。廟版の記述が最初に文書に残されたのは、紀元前5世紀の古代ニリシア歴史家ヘロドトスによる記述だった。古代人にとって、廟版は、焙煎剤、薬、そして、要塞を敵の放火から守るための木の防火塗料であり、 ウェットイッチングにも使用した。十字軍以降、明板は国際貿易の商品の一つになり、ヨーロッパの織物業では欠かせない存在になった。明板は15世紀中期にオスマン帝国が輸出関税を大幅に上げるまで、地中海東部からヨーロッパに輸出された。ルネサンス初期まで、明板の性質は不明のままだった。1530年頃、 スイスの物理学者パラケルススは苗板を硫酸子を特別し、苗板の土の塩であると主張した。1595年、神聖ローマ帝国の医師、科学者アンドレアス・リバビウスは、苗板と緑ウィトリオルと青ウィトリオルが同じ酸と違う土で構成されると示し、苗板を構成した未発見の土の名前についてはアルミナを提唱した。1722年、 神聖ローマ帝国の科学者は、明版の土が別の種類であると信じると宣言した。1754年、神聖ローマ帝国の科学者は、硫酸で粘土を煮て、続いて狩りを加えることで明版の土を生成した。1824年、デンマークの物理学者、科学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドは、金属アルミニウムの作成に成功したと主張した。 彼はの塩化アルミニウムとカリウム合金で化学反応を起こさせ、見た目が鈴に似ている金属の塊を得た。彼は1825年に結果を発表、新金属のサンプルを展示した。1826年、アルミニウムは金属の光沢があり、やや灰色でかなり緩やかに水を分解すると記述した。百二十七年、ドイツの科学者、フリードリヒベイラーは、 エルステッドの実験を再び行ったが、アルミニウムは発見できなかった。彼は後にベルセリウスに手紙を書き、エルステッドがアルミニウムの塊と仮定したものは確実にただのアルミニウムを含有するカリウムであると述べた。彼は続いて似たような実験を行った。その内容は無水の塩化アルミニウムとカリウムを混ぜることであり、アルミニウム粉末の作成に成功した。彼は 研究を続け、1845年に小さなアルミニウムの塊を作成することに成功、その物性を記述した。しかし、ベーラーの記述は、それが不純物を含むアルミニウムだったことを示している。ベーラーなど他の科学者がエルステッドの実験を再現できなかったことは、エルステッドが金属アルミニウムの発見者とされない理由の一つに、 なり、逆にベーラーは1845年の実験の成功と素詳細が発表されたことで金属アルミニウムの発見者とされた。フランスの科学者は1854年にパリ科学アカデミーでアルミニウムの工業製法を発表した。塩化アルミニウムはベーラーが使ったカリウムよりも便利で安いナトリウムでも還元することができるであった。その後、 アルミニウム棒は1855年のパリ・バンコク博覧会で初めて公開展示された。1856年、ドビーユは数人のパートナーと共にルーアンの精錬所で世界初のアルミニウム工業生産を死した。1855年から1859年までアルミニウムの価格は1パウンド500米ドルから40ドルまでと10分の1以下に下落した。しかし、 ドビーユの製法でもアルミニウムの純度の高さが足りず、サンプルによって性質が異なった。アルミニウムの最初の工業、大規模生産法は1886年に、フランスの工学者、ポールエリューとアメリカの工学者、チャールズ・マーティン・ホールが開発したホールエリュー法である。ホールエリュー法がアルミナをアルミニウムに変える手法である。一方、オーストリアイコール。 ハンガリー帝国の科学者は1889年に、バイヤー法というボーキサイと、鉄腕道をアルミナに純化する手法を見した。現代の金属アルミニウム生産はバイヤー法と、ホールエル法に基づく手法を使用している。1920年には、スウェーデンの科学者、カール・ビルヘルム・セーデルベリ、率いる研究地位が、ホールエル法を改良した。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。